吉田県の方で IT の仕事をしていたんですけども、IT の仕事をしながら、海のそばで暮らしたいという思いから2012年の9月に、埼玉県からI ターンの移住で、こちらに引っ越してまいりました。移住してきてまだ4年目なんですけども、やはりその人とやっぱり知り合う機会というところで言えば、やっぱり消防団に入団してまた新しい人との出会いとか、でまた新しい人のそのやっぱこの地域に対するその思いとか、やっぱりこう聞けたりとかするのがすごいいいなと思っています。消防に入ってですね、町の防災っていうのは、我々がやっていかなきゃいけないんだなというのはすごく感じるようになりまして、ですので、今後もですね、この美波町の消防というのは私たちで守っていくんだというのを強く心に思って活動していきたいというふうに思っています。この日笠町で生まれ育って家業である大城石材店を手伝っています。僕には小学校の子供が3人いて、最初は誘われて入ったんですが、今では3人の父親としてこの町の安全と子どもたちの安全を守っていきたいという気持ちが強くなりました。子どもたちが安心して安全に暮らせるように頑張って活動の方もしていきたいと思っています。今は小松島市内の保育園で保育士をしています。園長先生に声をかけていただいて、私の働いている保育園で保育士さんもそこに入団しているということでお話を聞いたりして、私も一緒に活動したいと思い、一緒に中に入って活動しています。初めは不安もありましたが、すごく柔らかい雰囲気で女性の団ということで和気あいあいと活動しています。仕事をしながらでは大変な部分もありますが、町の方々と触れ合いを通して自分もいろんな経験ができたり、こういった消防フェアの中でさまざまな活動ができることは自分にとってもすごいいい経験だなと思っています。さまざまな活動を通して自分自身のいい経験値になると思うので、和気あいあいとした女性消防団員で一緒に活動できたらいいなと思っています。消防団活動、火事だけじゃなく、いろんな災害にも、活動しているということですね。町民の人たちを、安心して生活ができるように、心がけてかけていますね、やっぱり今の若い子らもやっぱりそういう、地域を守るという感覚で消防団として、意識を持って頑張っているとは思います。自分らが住んでいる町を守りたい、地域住民、を守るように頑張って、みんなの町の人と話し合い、触れ合いして、また地域の人らと良い町を作りたいなと思います。